新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日はパスカルくん、そしてガルバンですね。こちら来てますので、フェス見ていきましょう。まあ、今日はですね、青森に行ってまして、先ほど11時ぐらいに、帰ってきたという感じでございます。早速見ていきます。即属性の OMF、DMF ですね。まあ、なんで、フォワードはできないんですけど、DMF ができるというキャラクターになってます。メイン技、ライトアングル1、2の S で542威力、スライドステップドリブルの S、524威力、スライドステップショット、550威力、あとはカニバサミカットの A がついてます。ワンツードリブルシュート、まあ、全て最大技になってるので、まあ、あとはパスであったりとかタックルパスカット、まあ、特にタックルパスカットコンビ技になるので、まあ、この後来るディアス君とかいないと使いづらいかなとは思うんですけど、まあ、その辺つけれると良いかなと思います。特技はステルスディフェンスの S で、フィールドでのディフェンス時自分のアイコンが点滅し相手から見つかりにくくなる、まあ、これは見えなくなるやつですね。チムスキー戦車地の協力、各属性3人以上の28%、そして自動パスカット強化、自動パスカット時 100% の確率で必殺技が発動するということで、まあ、ステルスディフェンスとかなり相性が良いという形です。まあ、なんでこれが DMF にいると結構鬱陶しいかなと思います。日本選手キラー、日本選手に対してパラメータプラス 5%、読み勝ちマスター、マッチアップで読み勝つとパラメータプラス 10% で、フィーム効果2つまでというところです。4突で見ていきましょう。フェンス 10%、チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1372ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけど、まず何も乗らない場合、相手が海外選手で読み負けたという状況なんですけど、ドリブルが626,000、そしてパスが659,000ですね。でワンツー使えば667,000、タックルが570,000、パスカット582,000になってます。パスとワンツー非常に数値高いですね。650,000超える数値が出てるので、ロベルト、まあ、スーパースターのロベルトとかもう660,000ぐらいのパス値なので、まあ、海外選手相手でもですねご利用ししていけるような性能になっております。ドリブルに関しては600,000前半なので、相手によってはご利用しできるかなと思うんですけど、ディフェンダー相手とかだと厳しいかなと。まあ、最近の選手も結構読み勝って600,000超えてくる選手多くなってるので、まあ、その辺は厳しめかなと思います。タックルパスカットに関しては読み負けてるというところを考えると少し通されちゃうかなと思われます。続いて日本選手キラー乗ってきて、まあ、読み負けたという状況なんですけど、ドリブルが644,000、パスが678,000、ワンツー686,000ですね。まあ、なんでやはりパス側非常に高くなってます。ドリブルに関しても640,000まで来てるので、日本選手相手だとドリブルパス、まあ、両方とも、ゴリゴリできる可能性もあるぐらいの選手になってます。680,000まで数値上がってくるとスーパースタークラスという形なので、日本選手相手にはリバウールであったりとか、まあ、そういうところと遜色ないレベルでの活躍ができるかなと思われます。タックル588,000、パスカット599,000なので、読み負けたらやはり抜かれてしまうかなという数値になります。続いて読み勝ち 10% だけ乗ってきた場合ですね、海外選手相手に読み勝った場合ですけど、ドリブル660,000、でパスが690,000、ワンツー700,000ですね。でタックル600,000、パスカット610,000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル788,000、でパス820,000、ワンツー830,000なので、まあ、これはもう十二分に読み勝ったら抜ける、性能になってます。相手がディフェンダー、まあ、カルツとかだったとしても全然抜けるという数値ですね。タックルが718,000、パスカット731,000なので、海外選手相手だったとしてもディフェンスさせてでもですね、まあ、取れるという数値になってます。特に、まあ、例えば相手がシュナイダーとかだった場合で、ドリブル680,000ぐらい、そして属性売りまで含めて、まあ、やっと710,000届くか、720,000いくかというところなんで、まあ、そういうレベルの選手でも読み勝ち勝負十分できますよという選手になってます。そして日本選手相手に読み勝った場合ですね、ドリブル680,000で、パスは700,000超えましたね、710,000、ワンツー720,000、タックル620,000、パスカット632,000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル800,000で、パス850,000、ワンツー858,000なので、まあ、これも十二分に抜くことができます。さらにタックルが737,000、パスカット750,000ですから、まあ、これも読み勝って十分取れる数値になってます。
なんで今回のパスカル君は読み勝ち勝負、まあ、あの読み勝てば海外選手だろうと日本選手だろうと十分抜くことができるキャラクター、まあ、取ることができるキャラクターという形です、まあ、なので守備やらしても十分かなと思います。ただ、日本選手相手とかだった場合は読み負けてもご利用していけるようなレベルのパス値も持っているというところですね。そしてシュートなんですけども、今回キーパーに届く値としては読み勝ちが乗らない値になります。海外選手相手には72万、そして日本選手相手には74万1000という数値ですね。で、若林、スーパースターの若林が73万9000なので、まあ、ゼロ距離から打ってあげれば、このパスカル君は若林抜くことができるキャラクターになってます。海外選手相手ってところで考えるとヘルナンデス、まあ、やはり相手に属性有利が乗るってところがあるので、まあ、それで抜けるかどうかといったようなレベルかなと思います。海外キラーだけ乗ってきた場合に71万ぐらい、まあ、それに対して属性有利が乗るんで72万はエルナンデス超えてきそうだなという感じなので、まあ、そこは抜けづらいのかなと思います。 OMF までしか配置できなくて、で移動距離とかもないのでなかなかシュートに絡みづらいかなとは思うんですけど、日本選手キラーしっかり乗ってですね、若林抜くことができる即属性シューターと、まあ、そういう形になってるので、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。まずは他パスカルですね、こちらと比較してみましょう。まずドリブル見ていくんですけど、今回のパスカル君読み勝ち日本キラー、まあ、そして読み勝ちと乗ってくると68万66万で一番高くなってます。まあ、最新のパスカルリンク 40% のパスカルとかでいうと56万ですね、まあ、なんで非常に数値上がっております。地上シュートを見ていきますと、キーパーに届く値としては74万1000、または海外選手だと72万ですね。その次に来るのがコンビネーション強化、そしてコンビネーションが乗った時のパスカル64万という数値になってます。シュートに関しても一番高いパスカルと言えるかなと思います。そしてパス値ですね、読み勝ち日本キラー、まあ、両方乗ってくると71万ということで、非常に強い数値出ております。その1個下に来るのがリンク 40% のパスカルで55万8000なので、まあ、ここも非常に数値高くなっております。そして守備ですけども、タックル62万、最大値62万で一番高いですね。読み勝ちだけでも60万という数値です。その次に来るのがコンビネーション技強化のパスカル53万9000なので、まあ、ここも守備の値に関しても大きく上がっております。そしてパスカットですけど、最大値63万2000、読み勝ちのみで61万5000、その下が53万9000とか52万なので、まあ、この辺に関しても一番強いので、まあ、今回のパスカルが歴代パスカルの中で一番強いというふうに言えるかと思います。数値の参考までにリバウルですね、スーパースターリバウルと比較してみましょう。まずドリブル見ていくんですけど、読み勝ち日本キラー、まあ、そして読み勝ち乗った場合はリバウルの数値を超えてくる値になっております。まあ、なんで読み勝てばですねリバウルより抜きやすいという感じですね。読み負けてしまった場合でもリバウル66万に対して日本キラー乗ってくれば64万ですから、まあ、そこまでドリブルの数値差もないのかなと思います。シュートの値見ていきましょう。リバウル76万8000になってて、まあ、パスカルよりは高い数値になってます。パスカル日本選手相手で74万1000なので、まあ、この辺はスーパースターの方がシュート強いですよというところですね。パスの値見ていきましょう。読み勝ち日本キラー、そして読み勝ちが乗ってくればパスカルの方がパス値高くなってます。リバウル68万2000で、日本キラー乗ってくればですね、パスカルも67万8000なので、リバウル級のご利用し性能があるというふうに言えるかと思います。あとは守備なんですけども、守備に関しても、読み勝ち日本キラー、まあ、そして読み勝ちが乗ってくれば、リバウルのタックルの値を超える形になります。まあ、なんで読み勝ったらですね、リバウルより取りやすいという形ですね。パスカットも同様なんですけど、読み勝ち日本キラー、まあ、そして読み勝ちが乗ってくれば、リバウルの数値を超える値が出ております。まあ、なんで守備に関しては、読み勝つことが基本前提になるかなと思うので、守備はどっちかっていうと、パスカルの方ができるのかなというところです。で、オフェンスに関しても、読み勝った時は、リバウルの数値超えてくるので、読み勝った時の抜きやすさっていうのはパスカルの方が上になってます。で、あとはシュートに関しては若干リバウルの方が高かったという感じですね。まあ、それでもだいぶこのパスカルに関しては、従来フェスと比べても、非常にスーパースター側に近い数値構成になってんじゃないかなというような印象です。それではシューターとキーパーのランキング見ていきましょう。まあ、おさらい的にスーパースター系はですね、76万8000ぐらいになってます。まあ、シュナイダー、リバウール、そして翼くんが75万6000、
で、ロベルトが747,000で、美咲くんホットラインまで含めれば746,000ですね。で、今回のパスカルくん741,000という形で、日本キラーが乗ってくれば若林の数値を若干上回るというところに位置づけております。若林739,000なので、ゼロ距離で打ってあげれば、バフが同バフの条件であればパスカルは抜くことができるという形ですね。で、パスカル君、海外選手相手だと72万という数値なんですけど、一応ですね、シュートキラー乗った時のサリナスであったりとか、ヘルナンデスの海外キラー乗った時、この辺が71万ぐらいなんですけど、その辺の数値上回ってます。ただ、シューターの属性が速だった場合に、ヘルナンデス74万5千まで来るので、ヘルナンデスはちょっと抜きづらいのかなというような数値ですね。最近出たドリコレ若島津に関しても、属性有利相手に乗ってくるので、ここは少し抜きづらいのかなと思います。森崎くんとか、その71万そして70万台ぐらいの、ドリコレキーパーに関しては一通り、抜けてくるんじゃないかなといったような印象です。で、一応ですね、若島津くん、最近出た、ドリコレの若島津くんに関しては海外キラーのみっていうところで、浮き玉にあれて打たれると、高浮きだと739,000、低浮きだと724,000という数値になります。そこに対してパスカルくん、日本キラー乗ってくれば低気で73万が出せるので、属性有利相手に乗ってきてもですね、あの若島津を一応上回ることはできます。ただハイボール要求とかローボール要求みたいな、そういう浮き玉固定するものがついてないので、浮き玉に持ち替えて打つっていうのがちょっと難しめかなというような選手になってます。地上シュートで打っても741,000、若干若島津を下回るぐらいなので、地上シュートで、ちょっとバフ差つけてですね、勝負していってもいいのかなといったようなところになってます。続きましてはもう一人のフェースですね、ガルバン君見ていきましょう。力属性の DMF-DF の選手になってます。メイン技ガルバンダッシュカットの S で550威力、そしてガルバンラッシュタックル550威力、果敢なブロックの S528 威力がついてます。これ全部最大技になってるので、一通り使えるかなと思います。特技はフォワード OMF キラーの B で、フォワードと OMF に対してパラメータプラス 10%、大体乗る感じになるかなと思います。チーム好き超団結、力北中南米&5人以上の 28% ということで、新しい形のチーム好き来ております。潜在スキルですけど、混戦の代償、マッチアップで負けた場合、マッチアップ相手は次のコマンド選択時にパラメータマイナス 20% なので、結構でかい混戦の代償になりますから、これは優秀かなと思います。そしてパラメータアップ、アルゼンチン選手のパラメータプラス 3%、そして北中南米選手のパラメータプラス 2% ということで、追加バフも非常に優秀になってます。そして堅実な勝利、全力サッカー発動中だけですけど、マッチアップで自分と相手が必殺技を選択時に勝率が 30% 以上かつ読み勝ってた場合というところで、そのマッチアップで勝利すると、そんな感じの潜在スキルついてます。全力中であれば読み勝つと大体勝てるといったような、スキルになります。そして踏ん張りですね、ディフェンダーとして踏ん張りついてるのは結構優秀かなというところです。自動パスカット強化であったりとか、必殺の封印の無効化ですね、この辺がないので、そういった使い勝手の、悪さっていうところはあるかもしれないですけど、単純に追加バフキャラっていうのと混戦の代償をつけるよっていう感じで置いとくだけでも十分使えるんじゃないかなという感じになってます。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、 ジムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1377ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力が3したところから見ていきますと、まず何も乗らない場合、相手が DMF とかっていう話なんですけど、ドリブル45万、パス44万、タックル60万、ブロック57万3000、パスカット59万ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル54万、パス53万なので、オフェンスはあんまり強くないですね。オフェンスしない方がいいキャラかなと思います。タックル71万、ブロック68万2000で、パスカットが69万8千なので、タックルパスカットに関しては読み勝てば、基本的に取るかなと思います。続いてフォワード OMF キラー乗った場合ですけど、ドリブル48万、パス47万3000、なんで結局低いのでオフェンスで使わない方がいいかなと思います。
タックル63万5000、ブロック60万6000で、パスカットが62万4000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックル75万1000で、パスカットが73万8000ですね。で、ブロックが72万1000になってます。タックルパスカット、まあ、これ読み勝ったら十分取れる数値ですね。シュナイダーとか68万だったりとか、リバウルのパス68万っていうところも十分超えてるので、読み勝ってスーパースターと勝負していける選手になってます。まあ、ただブロックに関しては72万なので、スーパースター系のシュート止めることができないという数値になります。ただ全力発動中の堅実な勝利っていうところまで発動すれば、そこは止めることができる可能性は十分ある数値なのかなと思われます。あとは踏ん張りもあるので、シュート打たれて踏ん張りで擦る分には十分いいのかなというような選手になってます。一応捕獲アルバンですね、こちらと比較してみようと思うんですけど、タックルに関しまして 642,000、 PA バイタル 30% のガルバン一番高くなってます。シュートキラー覗いて見ていくと、その次フォワード MF キラー 10% のフェスのガルバン 635,000 で来ております。他ガルバンで見ていくと、フォワードキラー 30% のガルバンが59万、 PA バイタル 40% のガルバンが58万ですね。なので数値の上がり幅自体はそこまで大きくはないのかなと思うんですけど、特技的に安定しているのは、まあ、今回のフェスガルバンになってくるのかなと思われます。まあ、一応一番高いのはペナルティエリアバイタルのドリコレの調整きたガルバンですね。こちらが一番高くなっております。ブロック見ていきましょう。ブロックに関しては60万6000で一番高いですね。その次がペナルティエリアバイタル、シュートキラー全部乗ったガルバンが55万9000なので、まあ、ここは十分高くなってます。続いてパスカットですけど、フォワード MF キラー乗った時のガルバン62万4000で、シュートキラー覗いて見ていくと、その次何も乗らないガルバン59万で来てますから、フェスがパスカットも一番高いと言えるかなと思います。数値の参考でですね、ミスギ君と比較してみましょう。タックル見ていくと、渾身の力欧州キラー乗った時のミスギ君65万2000、渾身の力のみで63万5000で、ガルバン君がフォワード MF キラーが乗って63万5000なので、まあ、基本的にはミスギ君と同じぐらいのタックル値というとこですね。まあ、なので従来フェスと同等ぐらいの性能かなと思います。スーパースターカルツとかだと読み負けてもですね、66万とか、まあそういう数値が出てくるので、まあその辺と比べるとちょっと下がるかなと思います。ブロック見ていきますと、渾身の力欧州キラーで68万1000、渾身の力のみで66万。で、ガルバン60万なので、ミスギと比べるとブロックはちょっと低いですね。最後パスカットですけども、ミスギ君渾身の力欧州キラーで66万。渾身の力のみで64万3000で、ガルバン62万4000ですね。まあ、なんでパスカットに関しても見すぎより若干低いというような性能になってます。まあ、なんでガルバンに関しては、まあ、直近出たフェスキャラと、ね、同じぐらいの守備値かなというとこと、まあ、見すぎくんに関してはドリブルも、まあ、極端に高かったりしたので、まあ、そういうところと比べると全体の数値設計は抑えめなんですけど、追加バフとか混戦の代償強いので、そういったところが中心のキャラクターになってんじゃないかなと思われます。はい、というところで今回パスカルくんガルバン見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、非常にパスカル強かったですね。まあ、ディアスも技属性っていうのがあるので、日本選手の、スーパースターの若林に対して非常に強く出ていける、2キャラが出そうだなというところになっております。あとはガルバンの追加バフによってですね、南米および、まあ、アルゼンチン選手かなり強化されるので、まあ、3人合わせて使うと結構いいのかなといったような感じですね。まあ、ディアスに関しては31日、選手出た時にまたやっていければと思っております。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。